こんにちは、ザワザワジャポンです。銀魂は2004年から2018年まで週刊少年ジャンプで連載されていました。コミックスは第77巻まで発売されており、累計発行部数は5500万部を突破している人気作品です。そんな人気漫画の銀魂ですが、2017年には実写化して映画銀魂が公開、2018年には映画化第2弾の銀魂2掟は破るためにそこにあるが公開されました。さらに銀魂2の公開前には DTV で銀魂三つ葉編が、2018年には第2弾の銀魂2世にも奇妙な銀魂ちゃんが配信されました。そこで今回は実写化の銀魂に登場したキャラクターについて原作のキャラクターと比較しながらご紹介いたします。坂田銀時、小栗旬、何でもやよろずや銀ちゃんの主で、依頼があれば仕事をするが基本ダラダラした生活を送っている。志村新八、須田まさき、配当令で寂れた剣術道場行動官の跡取り息子、ファミレスでバイトしていた時に運命的に銀時と出会い、侍の魂を学ぶために勢いでよろずやに就職した。神楽、橋本環奈、宇宙最強の戦闘種族ヤト族の少女、ひょんなことから銀時と出会いよろずやで寝起きしている。近藤勲、中村勘九郎、幕府の特殊警察である新選組を率いる局長、土方沖田はじめ大使たちの人望を集める男気あふれる高官だが、かなりの大人よしに加えて驚異的な天然ボケ。土方藤四郎、柳楽優弥、新選組鬼の副長、クールで頭も切れる近藤の右腕、局中ハット重視のスパルタで荒れくれ大使たちをまとめている。沖田総合、吉沢亮、一見ナイーブな美少年、中身は超絶腹黒の毒舌ド S、新選組の一番隊隊長で戦闘力と剣術はピカイチ。原田宇之助、一ノ瀬渡る、新選組10番隊隊長、坊主頭でひげを生やした少々こわもての隊長で、土方や山崎とよく行動を共にしている。土方とエイリアン VS ヤクザを見て一緒に号泣していた。志村多江、長澤まさみ、新八の姉で父親亡き後、新八と二人で行動感を守っている。おしとやかな町娘に見えるが凶暴な一面もあり、切れると手がつけられない。桂小太郎、岡田将生、狂乱の貴公子党の異名を持つ攘夷党のリーダー、攘夷戦争時には銀時らと共に戦ったが、敗戦後は自ら攘夷党を結成、老師を募集しながら攘夷活動に励んでいる。平賀源外、室剛、町の片隅で玄関庵を営んでいるジャンク屋で発明家、銀時のスクーターやちょっとした電気機器の修理などもするが、実はからくり技術にかけては江戸一と言われる凄腕技術者。高杉晋介、堂本剛、上位志士の中で最も過激で最も危険な男と言われる男、かつて銀時らと共に上位戦争に参加した過去を持つが、最後は銀時らと別れた。武智扁平太、佐藤二郎、変人策略家との異名を取る兵隊随一の策略家、血の気が多い騎兵隊の中で常に冷静でポーカーフェイスで薄ら笑いを浮かべている自称フェミニスト。木島又子、七尾、赤い弾丸と言われる二丁拳銃の使い手で、高杉率いる騎兵隊の紅一点、語尾に何々っすとつけた話し方をする気性の激しい女。岡田二蔵、荒井博文、人斬り二蔵と呼ばれる居合斬りの達人、凄まじい剣技と好戦的かつ冷酷な性格を持つ騎兵隊の問題児。村田哲也、安田健、江戸随一の刀匠だった父親の後を継いで刀匠となった男、妹の哲子と町内で鍛冶屋を営んでいる。村田哲子、早見あかり、兄の哲也と鍛冶屋を営み自身も刀匠として働く少女、兄とは違って声が小さくやや病気。ケツのクリステル、古畑聖夏、テレビ局のお天気お姉さんで陰陽師、ケツの穴の愛称で親しまれ、情報番組お目覚めテレビで高精度の天気予報と占いを行っている。エリザベス、山田孝之、海援隊の坂本達馬が桂小太郎に送った謎の宇宙生物。貞治、高橋美香子、一見すると可愛げのある白い犬だが、実は身長170センチもある巨大な犬というか宇宙生物。吉田松陽、山寺宏一、子供たちに学問を教える塾、松下村塾を開いていた男性、個人。シャー、アズナブル、六角星児、機動戦士ガンダムのパロディ。伊藤鴨太郎、三浦春馬、新選組に入隊してからまだ1年ほどしか経っていない新参者だが、剣の腕は北斗一刀流免許皆伝となるほどの実力者。
川上万歳、久保田正孝、高杉率いる騎兵隊所属の剣豪であり、人斬り万歳の異名を持つ。騎兵隊の中では彼のみ高杉のことを新助と呼び捨てにしており、騎兵隊の事実上のナンバー2と思われる。徳川重重、勝地良、江戸幕府第14代征夷大将軍、あだ名は翔ちゃん、猿飛あやめ、夏菜、かつては幕府の隠密集団鬼屋番衆のくの一であったが、組織が解散したため現在は悪党専門の始末屋をやっており、他にもくの一カフェでアルバイトをしている。山崎下がる、戸塚純喜、新選組の観察型、特徴は圧倒的な地味さとバドミントン、実際にプレイするより素振りしていることの方が多い。任務そっちのけで素振りすることもあり、その度に土方からお仕置きを受けるのがお約束。篠原真之進、正木玲也、山崎下がると同じく新選組観察型、音瀬、木村緑子、よろずやの1階にあるスナック音瀬のままで、よろずや銀ちゃんの大家である。松平片栗子、堤真一、幕府の治安組織を束ねる警察庁長官、キャバクラ店長、佐藤二郎、沖田三葉、北野キー、沖田総吾の実の姉、弟とは正反対の性格の持ち主で極めておしとやかな大和なでしこ、両親を早くに亡くしたため女手一つで弟を育てた。メーテル&鉄郎、山本美月&山本優馬、銀河鉄道999のパロディ、長谷川泰造、立木文彦、入国管理局局長としてアマントとの外交に携わっていた江戸幕府の重鎮であるが、転落して落ちぶれていき、住む場所も失ってホームレス生活を送っている。いかがでしたか？銀魂の連載は終了しましたが、未だに根強い人気を誇っています。銀魂の実写化はアニメ漫画好き300名が選んだ実写が成功したと思う作品の2位にランクインされていました。もちろん原作の完全再現というわけではありませんでしたが、非常に面白い作品でした。ネット上では作品の評価も高く、特に沖田総吾役の吉沢亮さんの評価が高くなっていました。実写版の銀魂が気になった方はぜひご覧くださいね。この動画のご感想をコメント欄にてお待ちしております。またチャンネル登録と高評価もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。